はい、皆さんこんにちは、原口健太です。今は試合のコスチュームを作りに行ってます。あんまりコスチューム風景撮ってる人おらんから、まあ自由はあるか分からんけど撮ってみようかなっていう感じで、まあ Vlog みたいな感じやな。 Vlog ね、うん、みたいな感じ。まあでも正直俺はコスチューム作る瞬間が一番好きやし楽しみやから、うん、まあお金はかかるけど、例えばコスチュームが指定されたもんで試合出ろって言われたら俺絶対出へんもん。やっぱ入場の時ってやっぱり自分自身が世界で一番かっこいいと思ってる瞬間やから、うん、あの瞬間だけ入場してそのまま帰りたいっていう。入場してそのまま帰りたい。そう、ほんまはファッションショーね。そうそうそう、入場は楽しみ、うん、しかもましてや新コスチュームやった場合、まあな、そうそう楽しみやし、何より一番楽しみなんが家に届く時やね。ダンボールで、うん、宅配便でーすってこう、うわ来た、フーゴから来た、この瞬間がもうたまらんねん。そう、ちょっと置いとくね、開けんとすぐに。あ、そう、楽しみで。で、練習帰ってきて頑張ってご褒美で開けたりするね。うーん、とりあえず、まあ打ち合わせ風景とか、まあ、どういう感じで作ってるのかとかをまあ見てもらえたらなと思います。結構入念に打ち合わせするから。はい、こんな感じで。じゃあ、増えようまで。そう、ほんでまあ、まあちょっとたまにモザイクかけたりするかもしれんけど、楽しみにしててもらったら。店舗内でお会いしましょう。はい、長いといけちゃう。はい、ここブレアリアオエンターテイメント、フエゴさんに行きます。コスチューム有名会社、あ、天心君とかも作ってる。俺たちのフエゴさん。そう、俺たちのフエゴさん。よし、よし、楽しみやな。もう動画撮っていいって言ってた。いいよ。こんにちは。こんにちは。あ、お椅子お持ちします。どうぞお座りください。久しぶりやな。オッケー。1年ぶりぐらいの。そうですね。あ、ちょっと待って。ありがとうございます。すげえ。すごない？いや、マジですごいで。あ、曲なんだ。ガガガガガガガって言って。あ、そう。見て、うん、後ろにコスチュームがいっぱいあるな。こんなん、こサイズ感はおしゃれ。とりあえず確かにこんなんおしゃれの距離感お前いっぱいおるよ。いや、そっち。なるほど。あれですよね、2月の横浜大会に。そう、一緒やね。でもあれですよね、前回聞いた感じだとあのシルバーとかで、で、前が短いのがちょっと嫌やから長めにっていう感じです、ね、そう。形はちょっと違う感じ、もうセンスでほぼお任せにしたいんけど一番怖いじゃん。 お金多分もう予算はだいぶある。だいぶだいぶある余裕であると思う。なんか前あれって言ってなかったでしたっけ、シュンさんに使ってた、アスワロフスキーやってたけど、なんかキラキラ、あれもどっかに使いたいと思ってて、名前にポイントポイントで、ポイントポイントで。あ、でもセンスやね、それも怖いよ、そんなん。いや、でもセンス一番いいで、やっぱり。だって俺の前のコスチュームほぼお任せ作ったもんね、結局。木村で。こんなんどうすか。結局全部お任せだから。おお、すげえ。回転すか。すごい。うまっ。めっちゃいいと思う。俺こういうのがいいのよ。ああ。ちょっと悪っぽいやん。悪。ちょっと悪っぽい。悪っぽくて。大樹くんには似合わんタイプ。俺は似合うね。大樹くんじゃないね。ああ、いいと思う、こういうの。こういうのがいいっすよね。こういう、そうですね、センサー。白、和とロックの、そうですね、コラボみたいな感じ。悪魔将軍みたいな。確かに白シルバーだと、めっちゃうまいね。ちょっと尖った感じにした方が、ヒール感も出ますね。そう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 、めっちゃうまい。白シルバーとか、ほんで差し色で、とりあえず絵がうまい。これ絵がうまい。もう完成してもてんねん、これ大丈夫か。もうこれほぼ答えみたいになっちゃうやん。これにチェーンがあって、はいはいはい、ちょっと南京錠を切ってで、ここにいつもの、はい、ロゴをバーンって、まあ、絶対言われんね、ライガーやとか仮面ライダー。確かに思いました。だからそう、ヒール感のあるキングがいいのよ。王様じゃなくて、あ、悪者で一番強いやつみたいな、ラオウみたいな感じ。要は北斗の拳の剣士郎じゃない、ラオウタイプ。
まあ、ケンシロウじゃないな。そうそう、ケンシロウじゃないの、ヒーローじゃないの。ここからパパパパ変わっていくから。すごいな。入れてもらうか。で、この部分にこうちょっと鱗みたいになってるとこは、はいはい、全部あのシルバーでこうプレートみたいな感じで全部重ねていって、はいはいはい、どうやって考えないかこれ。すごいね。昨日の4時半ぐらいやったの。夜のすか。そう、4時半ぐらい。来たってなった。すごいな。一から考えてるんですか。一から、まあ、ほぼ一から。すごいですね。今回の DOA でもっとバーンいって、やっぱタイガー戦でかいですね。大事にでかい。だいぶ入場派手ですし、そう、あれで一発目コスチュームお披露目したんで、最後も派手やった素晴らしかったって。そう、あれでバーンいってイメージが。最初、これから見たら最初のコスチューム何やったんやろと。クソっすね、あれ。昨日言ってました。昨日言って妥協しまくってた。妥協しまくってた。そうそう、一桁やったもん値段。ああ、そうなの。あれ、ズボンしか作ってないし、何も一切。そうだっけ。あ、あのグレーのやつ、グレーのやつやろ。私、時間かければ頑張って作れそうみたいな。もうグレーのやつ、あの時から頑張れたら全然。そうそう、あ、上杉の時な。上杉戦か。誰のコスチュームが高いですか。どういうコスチュームが高いですか。矢口くんのコスチュームが一番うちで作ってる中の業界の方で1か2を争う。あ、まずか。体重も高いですもんね。わー、高いですね。だから、まあでもあっちはね、その金額運動もあるけど、はい、どっちかっていうと定型のあれあるから、はいはい、あれなんですけど、ガチのそこまでって言ったら FFT 勢じゃないですか、ほぼ。ああ、そう、シンコもそうか、うん、高いもんね。あれガウンだけど、まあ、全スパンやもんね、はい、スパンが高い。あれ大変だったね。あれやばかったな。で、負けたしな。買ってくれよ。とこは安かったあかんみたいになってるからな。まあ俺はそうですね、今。そう前回超えなあかんから、それは期待もあるし。終わりないやん。どうやしかも負けてないから、余計にこう上がっていかない。自分も負けたらまあまあ落ちてもいいかなってなるけど。そう考えたら、なんかここ減らして安くできますっていう要素の方が簡単やなみたいな。そのあ、なるほどね。組み立て考えるときに確かに何やってあげようって感じ。重たい方がおじゃかあるんで。確かに、なんだかんだで。実はあの赤のコスチュームめっちゃ重かった。めっちゃ重かった。めっちゃ重かった。あれも大阪大会の時のやつ、あれや。めっちゃ重かったもん、あれ。あれ、そう、めちゃくちゃ重い。あの赤の毛皮のやつ、そうそう、ルジュンの時、ルジュン戦。重量もやっぱり前よりも超えやなあかんから、そうですね。どんどん重なっていくんですよ。王者の重みが。じゃあね、あのな、真似できひんコスチュームを作りたいわけよ。そのなんか同じやつしてとかは嫌やね、俺は。みんなでもこだわりつけてるから。同じやつできたとしても金がかかるよっていうことを伝えないとあかんやんか。そう簡単にできんよっていう。そこを超えんのがね、なかなか。足のサイズ27っすね。27これ普通の靴の時で27ってことは28ぐらい。これ7.5っすね。これ何点、ね、靴下も履くってこと。履かへん。あ、そのまま。なんで靴下脱がなかった。ダサすぎや。そう、だからちょっとあれかわいい靴下。かわいい。ドラえもんとか言ったらいいや。キャラクターとか、確かにめっちゃ嫌や。可愛いや。可愛いな、嫌やろ。腹口にちょっと見てみて、そういうとこ俺やっちゃうねん。それ可愛さじゃないねん。俺はそういう抜け感欲しいねんけどな。そう、欲しい。多分女の子人気出ますよね。なんて、あ、見えちゃった。見えちゃった。可愛い。ドラえもんとドラミちゃんみたいな。出していきたいな。作るのはアンクルと靴とガウン、パンツ、マスク。え、5個か。でも前で、あのマスクって、じゃあ靴以外でしたもんね。そうですね。靴が何本ぐらいかっていうことですよね。そうです。そのワンパターンが、あ、まあいいとこ行くな。いける、全然。過去最高額叩き出した。また悩ますネタの一つになってきた。誰も超えられんよね。これは超えれませんね。どうしよう。そんなプレッシャーだらけか。でも、使う、そんな、もうしんどかったら使わんでいいんだ。まあ、いけますよっていう。いや、あの、はい。でも、講座も、あれっすもん。コスチュームの講座を作ってるんです。すげえ。そうそうそう。じゃあ、管理しやすいです。そう。だから、ここは全部コスチュームのお金やから。入りがでも。生活は使わんし、まったく。すごい。あ、まあ、余ったら使うことがあるじゃないですか。はいはいはい。いやね、ぜひね、あの原口さんにそれ発信していってほしいですね。俺はコスチューム用の講座持ってる。そうわざわざそれによる、それだけの運営資金って言って、ごっちゃならんように。すげえ、なんかちょっとちゃうよな。
なんか雰囲気ちゃうな。派手だけじゃないもんな。この勝負や。楽しみ。触りの時点で導入実はまだまだこれが後日これって感じで出さなかったね。うん、ああそういうことね。2回ぐらい分けて、だってマスクもアンクルも靴もあるから。せやな、まだ全然パンツも1個もできてないから。そう、1個もない。1個もできてない。とりあえずこの上だけで3時間かかるっていう。しかも3時間進んで3分の1やった。お疲れ様でした。ありがとうございました。かっこいい。すごい。すごいな。やばいな、あれ。あんな位置からすくんで、部品。折り紙みたいな。やば。なあ。すげえ。ああ、すごい。ありがとうございます。ああ、すげえ。お姉さんの時のやつじゃん。そうです、でもやっぱスポンサーが誰が欲しいですか。スポンサーです。めちゃくちゃあるな。いや、ね、ポンポンやな。ハウスハウスイノベーション。あー、すげえ。すごい。ボディメイクがやっぱメインだから。メインですね。前までメインすぎちゃったもんね。はい、今コスチューム会社のところで打ち合わせをしてきました。4時間ぐらいかかったんちゃうかな、あの構成とか打ち合わせとかで。なんやかんやな。なんやかんや。まあでも楽しい、やっぱり。なんかすごかったな。で、まあとりあえず今日は打ち合わせという感じで終わったんですけど、まあ、今回はあのコスチューム会社初の、次はなんか作業風景とかとてもいいよって言ってくれてるんで、まあお時間があれば撮りに行かせてもらおうかなと思ってるの。そういうとこは撮影 OK 出たから、やってる作業風景とか、まあ、企業秘密もないみたいなんで、別に。そうやな、うん、ないって言ってたから、まあ裏側というか、すごいコスチューム。またそれでコスチューム、そのフエゴさん、フエゴさんって言うんですけど、うん、そういうフエゴさんにこう、まあ、いつもお世話になってるんで宣伝兼ねて、まあ新しく育っていくファイターがフエゴさんでコスチュームを作ってもらえたらと思いますね。やっぱりホームページとかあるっけ。あるある、余裕である。じゃあ概要欄貼っとくよ。フエゴ、そうフエゴって出てくるし、インスタもツイッターもあるんで。もう有名選手使ってる。使ってるし、コスチューム制作例で、うん、あのまあ僕のやつもありますし、まあ天心くんもあるし、まあ白鳥くんもあるし、まあ有名なトップ選手がみんな作ってるんで、うん、みんなチェックしてもらえたらと思います。まあそれからまあ予算とかの関係もあるから、うん、真似はできんと思うけど、まあそういろんな人の例があるからのを見て、いつかここで作ってみたいと思ってもらえればいいかな。まあ、とりあえずは今日は打ち合わせということですね。はい。いつもやったら今日で終わんねんな。そう、いつもやったら一日で終わんねんけど、あとすごすぎるからコスチュームが。こだわってるからね。もうちょっと初めてちゃうかな、打ち合わせって終わらんかった人。ひまたいだ。ひまたぐる人初めてだと思うかな。言っとったな、あんだけ、うん、なファッションリーダー、リーダー。やっぱ第一線を走りたいね俺は。まあな。そう、ほんでまあここだけ靴も作ったから、今回はデザイン全く分からんけど、入場の靴も作ってみた。もうお任せ、完全にお任せで、デザインも完全にお任せてるし、うん、靴のサイズだけ伝えて。そう、まあ、でもイメージできてそうやったね、やっぱりな。まあそうやな、やっぱすごいな頭は。ああ、はい、そんな感じですね。とりあえずは、まあ、とりあえずこれは以上ということで。うん、とりあえず以上で。はい、では皆さん、チャンネル登録お願いします。はーい。ありがとうございました。ありがとうございました。